東京 BRT は東京都心部と臨海部を結ぶ計画のバス路線。運行は京成バスと同社が設立した新会社、東京 BRT 株式会社が担う。また、車庫は東京都江東区市ののにあり、京成バス奥戸営業所と篠野目車庫を両車峡に拠点として活用している。東京 BRT の名称は2018年8月から9月に、 かけて実施された公募により決定した。また、車両などのデザインの決定にあたっても、3つの案が示され意見募集が行われた。現在、東京臨海部は2020年、東京オリンピック大会に伴う選手村の整備を含む開発が進展している。一方で、勝時や晴海周辺は、東京都心部と資金の距離にありながら、鉄道空白地域であり、 公共交通機関の整備が望まれている。路線の整備は、勝時、晴海地域の開発、築地市場の移転と豊洲市場の会場、環状2号線の整備と一体で計画されており、東京都都市整備局が主導している。運行開始当初より、バス利用特典サービスを実施していたが、グループの京成バスでの終了に合わせ、2021年4月25日を、 もって、バスポイント、特典バスチケットの付与を終了した。2020年のオリンピック開催予定時期前後より、プレ運行を行い、2022年度から本格運行を行う。将来的には、銀座、東京駅方面への乗り入れも検討されている。車両は、連接バスと、単車バスの両方が用いられ、いずれもレインボーカラーをあしらったデザインとなる。行き先表示器は、 フルカラー LED のものを全車搭載。ありがとうございます。